人がさ、飛び降りて出てってくださいって言われて衝撃だった覚えて今俺ら上がりから行くけど下りが衝撃だったからとりあえずこの動画撮ってみた、うん、ただいま壁の朝でございまして、これからプロデュースラーメンを食べてから、出発したいと思います。はい、いつも忘れちゃう。養老か、養老から上郷まで、乗せていただいて、下道からちょっと入って、まあ20分くらい待ったから1時間くらい待ったのかな。そうだね。そのくらい待って、上郷着いたんでこれから早く帰りたいと思います。今、なんと今キャンピングカー乗りたいなと思ったら向こうから声をかけてくれます。最後また忘れちゃった、どこだっけ、どこサービスエリアだっけ、浜名湖、あ、そうだ、最後浜名湖サービスエリアから本厚木の方に、寄る方がいまして、で、本厚木の駅前の公園で、降ろしていただいたんですけど、まあ、今回5000円でヒッチハイクしようという旅でして、それは達成できたんですけど、最後に本当はご飯でも行きたかったよと言われまして、僕たち2人に5000円を渡していただいたので、結果プラス2500、2人で割り方で2500円ですね。かなりのプラスで終わることができました。なので皆さんも、そうですね、機会があったら5000円でヒッチハイクしてみてください。ありがとうございます。